もう一つのね、この個性が、プラスされたという感じですね。すごいね、やっぱ大人ラグジュアリースポーツという感じがして、私は結構ね、いいなと思います。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ホンダベゼルモデュロ X です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようも。ホンダベゼルハイブリッドということで、モデュロ X のモデルになりますね。モデュロ X はね、ホンダアクセスと、土屋圭一さんが、コラボして、共同開発されたこのエアロとね、サスペンションがついてますね。シートの方もね、新しく開発されたということですね。ベゼルはね、スポーツタイプとしてこれまで、RS、ツーリングとありましたが、ベゼルの中で、フラッグシップに、位置される車になりますね。っていうのもね、ほらこれ見て、346万7200円ですね。それにしてもね、このモデュール X フロントマスクがね、だいぶ変わりましたよね。モデュール X のね、この X をデザインしたということですね。いや、この X の部分がね、黒で、なかなか、ツヤツヤでかっこいいと思います。いや、この専用のね、フロントバンパーとこの LED もね、今回モデュール X の、専用になるらしいですね。いや、このフロントのね、エアロガーニッシュも、これシルバーのちょっとツヤ消しですね。で、デザインされて、なかなかいいですよね。で、今回ね、このほら、下の部分、ここまでね、すごいね、空力を考えられた、このようなパネルが下の部分についてますね。横から見たら、こんな感じです。いや、ベゼルってね、やっぱ SUV なんですけども、すごいね、スタイリッシュですよね。綺麗なね、ボディラインしてるなと思います。特にね、このリアフェンダーから、サイドに流れるこの、ラインね、すごい綺麗ですよね。タイヤの方は225の 50R18、18インチを履いております。モデュロ X の、専用アルミホイールですね。これでね、だいぶね、乗り味が、変わってくるみたいですね。試乗が楽しみですね。ちょっと下回り見てみましょうね。泥跳ねがついてます。へえ、ここまで綺麗に、カバーされてるんですね。後ろから見たら、こんな感じです。いや、だいぶね、後ろのバンパー変わってますよね。ここね、反射板が、バンパーの中にデザインとして取り入れられてますね。真ん中にはね、この黒のハニカムのパネルがデザインされてますね。これね、デザイン的にもね、かっこいいんですが、やっぱね、すごい開発にね、時間がかかってるみたいですね。ベゼルのね、モデュール X 一回ね、ひっくり返して見てみたいですよね。ほら、これね、これ縦にね、フィンが走ってるんですよね。これ一枚あるだけで、だいぶ違うんでしょうね。リアのね、専用サスペンション。赤のスプリングはね、スポーティーですよね。リアスポイラーもね、すごい大きいのついてますね。あ、ちょっとこれ手で触ると少しこううねってるんですよ。で、この真ん中にもね、ブレーキランプがついてます。この上のね、このキャリアの部分も黒でデザインされてますね。では内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。内装の方はね、こんな感じです。このカーバリの部分が黒で今回締められてますね。いや、内装の方はね、ものすごいね、スポーティーな感じというよりは、高級なラグジュアリー的なデザインですよね。まあ、大人かっこいいといった感じですかね。センターコンソールもね、これガンメタですかね。黒のレザーが組み合わされて、すごいね、やっぱ大人びてますよね。で、今回のね、モデュロ X で、新たに開発された専用のね、フロントシート。これね、セミバケットシートになりますね。
ヘッドレストがねもう一体化されてますよね。モデュール X のね、刺繍とこれね、両方ね革なんですけど、いや通気性のね良さそうなこのドットで、デザインとして、くり抜かれてますね。シートってね、車の中でもだいぶね重要なポイントだと思うんですよね。いやこのシートね一つ作るのでもこの衝突実験をね、繰り返して行わないと、できないので、なかなかね開発に時間がかかってるらしいですね。ではね、ちょっとエンジンつけさせてもらいます。パーキングボタンとブレーキホールドボタンとこのスポーツボタンですね。スポーツモード赤く光ります。タコメーターが表記されます。イーコンボタンはね少し離れた位置にあります。ちゃんと葉っぱのマーク出るよ。シートヒーターも完備です。2段階調整できますね。ちなみにドリンクホルダーね、長いのも入れれます。この肘掛けもねレザーで肌触りいいですね。少し固めですね。セミバケットシートになるんですけど、ものすごいねがっちりくる感じではないですね。少し固めのシートかなという印象ですね。横にね揺れた時にしっかり支えてくれるなという印象があります。ではね、後部座席に乗ってみようと思います。お邪魔します。後ろねこんな感じです。ベゼルね、やっぱ広いですよね。ベゼルってねボディサイズはねそんなに大きくないんですけど、後ろに乗るとね意外とこんなに広いんだなという感じがしますね。なんかね落ち着いた空間っていう感じがしますね。でこのシートね、今座った瞬間ねこうお尻がねこう吸い付くんですよ。お尻が吸い付くこうね、この真ん中のこのちょうど座面のところ、ここがね、すごいスウェード調でね、お尻にピタッとくるんですよね。で、全体的にね、やはり黒でデザインが統一されてますね。肘置きも出てきます。では、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。ホンダベゼルモデュール X、ハイブリッドタイプですね。モデュール X はね、FF タイプと、AWD タイプが、2種類用意されてますね。いやー今ね第一印象、想像していたよりね、足回りがしっかりしてるなという感じですね。結構これ固めかもしれない。この路面の状況がね、結構ねダイレクトに伝わってきますね。まあ街乗りでも普通に乗れるような感じですね。今ちょっと信号待ちで止まったんですけども、まあハイブリッドカーということで、完全にねエンジンがストップします。こうなるとねかなりの静粛性なんですが、走り出すとね結構走ってるぞという感覚の音も入ってきますね。ちょっと踏み込んでみますね。はい、1.5 リッタープラスモーター、IDCD ということでね、結構ねキビキビした走りしますね。加速の方はね、やはりこの、モーターのアシストがあるということで、結構力強い走りをしますね。まあ、このハイブリッドシステムとしては、普通のタイプと変わらないんですが、この足回りとこのシートと、まあ専用のね空力を考えられたエアロシステムということでね、やっぱね全然ノーマルのねモデルと乗り味が違うなという第一印象ですね。まあ価格の方がね340万円超えということでね、かなりねやっぱいいパーツがついてるんだなという感じがしますね。スポーティーな乗り味ではあるんですが、すごいねなんかプレミアム感っていうのもね感じますね。この今ステアリングね、この触った感じ、革張りの、ステアリングなんですけど、すごいねやっぱなんか質感がいいんですよね。
こういったね、手に触れるところとか、この専用のシートね、これ他とは違うんだなと。すごいね、やっぱ所有感っていうのをね、感じますね。いや今ねこれまだ下道でねゆっくり走ってるだけなんですが、もう少しねこれ走り込んだらわかると思うんですけど、いやすごいねやっぱ足回りがねしっかりしてるなという感じしますね。いやしかしねなんかこう結構ねガチガチのねボディ剛性のいい車に乗ってるかのような感じがしますね。なんかねこの辺ね結構ヨーロッパ車に多い、作りですよね。この本当ねボディがねもう揺れてないっていう感じがしますね。はい、では、で交差点ちょっと曲がりますね。おお、すごい踏ん張ってくれる。いやこのモデル X はね今回 SUV として初めてのモデルになるんですが、その辺のねロールの感じとかすごくねやはり考えられたと思いますね。いや本当にねなんかヨーロッパ車に乗ってるような感覚ですよね。ではねこちら今50キロまで速度が出せます。スポーツモードでちょっと走ってみようと思います。ポチ。おすごいエンジンの甲高い音が聞こえてきますね。やはりねこの辺ハイブリッドカーなんですけど、ホンダサウンドが聞こえてきて、非常にいいと思います。こちらね、パドルシフトもついてるので、ちょっと今使ってみましょう。今シフトをダウンしますね。シフトは今2速まで下げました。ではちょっと踏み込んでみますね。おおお、すごいすごい。マニュアルのような、操作感も、味わえますね。モデュール X ね、足回りとこの専用のシートとこの専用のね、エアロシステムということで、なんかねやっぱり走りがね守られてるなという感じがするんですね。すごいねやっぱボディ自体が筋肉質なんだなという感じがしますね。でだいぶねこのベゼル成熟されてきたなという感じがしますね。もういろんなモデルが出てるんですけども、このモデル X でね、かなり、完成度がかなり上がったかなと。もう一つのねこの個性が、プラスされたという感じですね。すごいねやっぱ大人ラグジュアリースポーツという感じがして、私は結構ねいいなと思います。はい、どうでしたかね。ホンダベゼルモデュード X、 いやなかなかのね、乗り味でしたね。いや走りも乗り味もなかなか大人なプレミアムな車だと思いました。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでベゼルモデュード X でした。じゃあね、バイシュ。